ウクライナの初の攻撃、ロシアの都市に命中し、国境を越える衝撃が走る。ロシア・ウクライナ戦争の終盤、ウクライナはソレダール市で大胆かつ予想外の作戦を実行した。この戦略的な動きはロシア軍の意表をつき、国際社会全体に反響を呼んだ。このエピソードは紛争の軌道を根本的に変えるというウクライナの決意を示した。ウクライナ軍は国際的な支援に助けられ、戦略的に重要な都市ソレダルでロシアの優位に挑戦することに成功した。紛争終結の数日間でウクライナ軍は特にインテリジェンスとロジスティクスの面で大きな進歩を遂げた。これらの進歩によりウクライナはより強力な野戦軍へと変貌を遂げ、ソレダルにおけるロシアの支配に正確かつ効果的に挑むことができた。ソレダルのウクライナ軍司令部への大胆な襲撃は彼らの大胆かつ戦略的なアプローチを冷笑するものだった。ウクライナの国際的支援の拡大は戦争の力学を再構築する上で極めて重要な役割を果たした。ロシア軍のソレダール司令部に白旗が掲げられた光景はウクライナの勝利とロシア軍内部の混乱を象徴していた。この国際的な支援はウクライナに必要な資源を提供しただけでなく、ロシアの侵略に対する統一戦線を示すものでもあった。ウクライナは警戒を怠らず、プーチンの軍事活動、特にバッドマウント周辺への兵士と軍需品の集中を注意深く監視した。これはウクライナにとってプーチンの野心的で攻撃的な動きを利用する戦略的な機会となった。ウクライナ軍は状況を把握し、ソレダルの占領軍司令部の脆弱性に気づくと迅速に行動を起こした。プーチンがソレダール地方での作戦を予測しなかったために、ソレダール地方での防衛上の予防措置が欠如していたことはウクライナ軍兵士にとって絶好の機会となった。ウクライナ軍は戦車と装甲車で司令部に向かって前進したが、予想以上に多くのロシア兵を発見した。しかしウクライナ軍はこの地域におけるプーチンの支配を終わらせる決意を固めていた。ウクライナ軍はソレダールのロシア軍司令部への攻撃を綿密に計画した。部隊の4分の1を司令部の真向かいに配置し、集中的なロケット攻撃を仕掛ける準備を整えた。迅速かつ激しい攻撃はロシア軍を油断させ、適切な位置を求めて司令部から退去させた。ウクライナ軍は司令部を包囲し、ロシア軍の人員と戦車と交戦した。ミサイルと無人航空機が前線後方から重要な支援を提供した。ウクライナ軍が前進する中、ロシア軍兵士は四方八方から激しい銃撃を受け、窮地に陥った。南部戦線と西部戦線の軍司令部は壊滅状態に陥った。この迅速かつ組織的な作戦の結果、ウクライナはロシア兵を圧倒し、ソレダルにおけるロシアの優位を崩す重要な勝利を収めた。ウクライナで敗北したプーチンは、ベラルーシに核兵器を配備するなどの思い切った措置を取らざるを得なくなり、世界的な不安を引き起こした。この動きはプーチンのコミットメントと核災害の可能性を示した。国際社会はウクライナが陥落すれば他国に侵攻する可能性も含め、プーチンの予測不可能な行動に深い懸念を抱いている。紛争におけるウクライナの新たな立ち位置はプーチンの指導力に対する潜在的な影響について疑問を投げかけている。戦争に負け続ければロシア国民からの反発に直面し、プーチンの政治的将来が危うくなるかもしれない。戦争に伴う財政的コストや資源の枯渇が明らかになるにつれ、プーチンの権力保持力がさらに試されることになるかもしれない。したがって、ウクライナの安全保障を確保し、防衛能力を強化し、地域の安定を維持するためには、ウクライナに対する国際的支援が不可欠となる。ウクライナがロシア軍からの防衛に成功したことは、他の旧ソ連諸国や近隣諸国に強力なメッセージを送った。抵抗が可能であることを示したことで、これらの国々がプーチンのロシアに対してより自律的で積極的な姿勢を取る可能性が出てきた。ウクライナ軍の近代化は西側の実質的な支援と相まってロシアにとって重大な安全保障上の脅威となっている。ウクライナは現在強大な軍事経済力に発展する可能性を秘めており、それによってロシアと地域的な均衡を保つことができる。ウクライナ紛争の余波を受け、プーチンはロシアの内政、外交政策を見直さざるを得なくなるかもしれない。ウクライナの土地への侵攻は、
ロシアへの新たな制裁と禁輸措置につながり、ロシア経済が直面する課題を増幅させている。さらにプーチンの脅しに応じてカザフスタンから数十万人のロシア系住民が強制送還されたことは、地域内の緊張が高まっていることを示している。カザフスタンが国境内に住むロシア系住民を強制送還するという決定を下したことは、国際社会に衝撃を与えた。トカエフ大統領の行動は、プーチンの圧力と脅しに屈しないカザフスタンの姿勢を反映している。この動きはカザフスタンの対外政策の大きな転換を意味する。当初カザフスタンは戦争の初期には中立の立場を維持しようとしていたからだ。カザフスタンからのロシア市民の強制送還はカザフスタン国内で抗議を巻き起こした。何万人ものロシア市民が不満の声を上げるために街頭に繰り出した。これに対しカザフスタン当局は治安部隊を動員して秩序を維持している。ロシア当局はまたロシア市民の帰還を促進するためカザフスタンとの国境を開放した。カザフスタンからロシア市民を強制送還するという決定は紛争に新たな複雑さを加えた。プーチンにウクライナ戦線への追加兵力を提供する可能性がある一方で、ロシア軍の士気や効果に対する懸念も生じている。ワグネル傭兵会社を通じてロシアの刑務所から囚人を採用したことは、ロシアの軍事的資源の歪みをさらに浮き彫りにしている。注目されている重大な点は、ロシア軍の構成が少数民族の兵士で占められていることである。この人口動態の変化は少数民族の住民に懸念を抱かせ、ウラジーミル・プーチンの動員決定に対する抗議につながった。新たに採用された30万人の兵士のうち約20万人が論争の渦中に巻き込まれ、住民の一部で不満が高まっていることが浮き彫りになった。ウクライナ軍の戦術的な優秀さはロシア軍を効果的に待ち伏せする能力で明らかになった。情報収集によってロシア軍の動きを綿密に追跡することで、ウクライナ軍司令部は敵陣に潜入しロシア軍を孤立させ油断させた。夜間作戦と悪天候の組み合わせは奇襲の要素をさらに高め、ウクライナ軍が敵の予期せぬ角度から攻撃することを可能にした。ウクライナの長期目標の一つはクリミア半島の埋め立てである。これを達成するため、ウクライナ軍はロシア軍を撤退させることを目的とした大規模な戦略を組織した。この作戦の意外性と規模は、戦場の力学を大きく変化させ、ロシア軍に陣地の見直しを迫った。頑強に争うウクライナの都市バフムートでは、ロシア軍の進撃はウクライナの毅然とした防御に阻まれた。突破口を確保できなかったロシア軍は、部隊をベルゴロドからバフムートに移動させた。これに対しウクライナはケルソン地方で大規模な攻撃を開始し、ロシアの注意と資源を重要なバフムート戦線からそらした。ウクライナの諜報機関はクリミアからケルソンに向かうロシアの重要な軍事輸送隊を阻止する上で極めて重要な役割を果たした。道路上に戦略的に地雷を設置することでウクライナ軍は奇襲的な爆発を引き起こし、輸送隊に混乱をもたらした。その後の銃撃戦はさらに輸送船団の進行を妨げ、ロシア軍に大きな損害をもたらした。紛争の経済的影響がロシア全土に波及し、市民は食料品や食料雑貨の価格上昇に直面した。プーチン政権と紛争そのものに対する抗議デモが全国的に発生した。これに対しプーチンはメディア検閲をエスカレートさせ、反体制派を弾圧するために治安部隊を配備し、国内の緊張を悪化させた。ウクライナ軍の最近の作戦は紛争の流れを変える戦略的な洞察力を示している。ウクライナ軍は情報、天候、地形の優位性を活用することでロシアの作戦を効果的に混乱させ、多大な損害を与えた。紛争が続く中、現地のダイナミクスが進化していることは戦争における戦略的思考と適応力の重要性を強調している。この紛争による苦しみと不安定な状況を終わらせるためには、平和的解決を見出すための国際社会の役割が依然として重要である。